まずですね、ポケットありかなしかどっちですか、まあ、そういう方はじゃあ何入れてるんですか、皆さん一緒にこのチャンネルね盛り上げていこうということで、はい、本日はですね視聴者さんに聞いたポケット T シャツがありかなしかというところのお話をしていきたいなと思いますということで、これからですね半袖になっていってこういうシンプルな格好をした時って微妙な差がだいぶ差になるじゃないですか。ここにポケットが一つあるかないかっていうだけでもねえらい差になってくるかなと思うし、まあ僕はあんま基本的にまあなくてもいいかなと思ったりはするんですけど、皆さんはどうですかっていうアンケートをね以前させていただきました。でその以前アンケートさせていただいた時にポケットがもし必要な方っていうのはどういうものを詰め込んでますか、まあ言うたら大喜利ですわ、どういう大喜利がぶちかまされるのかなっていうのを、まあ、僕は楽しみにして、出させていただいたんですけども、まあそういったところをね、見ていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。まずですね、ポケットありかなしかどっちですか、パーセンテージで、まあ、さっき言いたいんですけど、ポケットなし派っていうのがですね、これかっこいいですね、かっこいい画像を、見たんですけど、これ外人の画像ですけども、ポケットなし派っていうのが 60% で、ポケットありでしょっていう人が 40% だから半分以上の方はどっちかって言ったらポケットないシンプルな方が好きっていう方がおいらっしゃったんですけど、まあ、ポケットありいいやんかと、ポケットにこそ正義があるんだっていう方もいらっしゃったんでね、まあ、そういう方はじゃあ何入れてるんですかっていう話を聞いていきたいなと思います。ではですね、何をまず入れてるのか、フーさんのね答え、無地 T にはなぜかわからんけどポケットが欲しい。まあ確かにそういう人もいてますよね。ただこれだけじゃちょっと肌着っぽいというか、なんかこう寂しく感じるからちょっとポケット欲しい。うん、なるほどなるほど。次ヒロダブルさん、無地の T シャツのアクセントにいいと思ってますということで、やっぱりそういうアクセント系にしたいっていう方もね、多かったかなと思います。それ以外にやったら首から下げた乳管症ということでね、乳管症を、ここに入れるってこと？ちゃんと機能してますね。それはちゃんと機能してますね。ちなみにこの方ブラッドベリックってプリズンブレイクのね、監視役の人ですね、ありがとうございます。監視役もねやっぱりその入荷所入れやなあかんから大事だなと思います。で次高須水さんっていうことで、下着と思われたくないのでポケットあり派ということで、まあさっき言ったみたいな感じですよね。やっぱこうポケットあった方が肌着っぽく見えへんっていうことで、で次にサイさん、肌着に見えにくいからポケットあり派、そしてタバコを入れてますということで、もうこれはもう昭和のお父さんですね。昭和のお父さん大体この辺からタバコ出てきて、くわえタバコして煙たそうな顔しながらこう火つけてね、サイさんも、そういう方じゃないでしょうか。ちなみにアイコンはですねラーメン二郎をアイコンにしてるということなんで、まあ男の中の男なんでしょう。で次はですね虫団子さんはね切符入れれるということで、まあ切符入れたりとかするということでね、そういう方もいらっしゃったりとか、あとちょっと外した時のサングラス、こういう風にサングラスあってこうサングラスピュッて入れるっていうこともできるけども、これ僕もやったことあるけども、こういうことでしょ、これやった時ってちょっとかがんだらサングラス落ちるんですよ。カランコロンカランコロン、あーってなっちゃうから、ちょっとこれ気をつけていただきたいですけども、まあこういう使い方する人もいてるということがありましたし、あとそれ以外にやったらですね、これも結構多かった、あのオッツさんが書いてるけど、食事中のマスクとかって書いてるけど、そのとかが何っていう感じで、そのとかを知りたいんやけども、まあ食事中のマスクとかマスクって書いてある人はもう結構多かったんですけど、このとかの続きをわしは知りたいんやけども、まあそこでいつも出てこなかったということで、気軽にハワイさん、全然気軽じゃないんですよ、ちょっとまず名前に突っ込むけども、今ハワイ全然気軽じゃないんですよ、一人100万とかするからね、全然気軽じゃないけど、この方気軽に行けるんですよね、すごいな。イヤホン入れてますよということで、僕のちなみにイヤホンはねこれなんですよ、エアポッツプロやったかな、エアポッツやったかな、なんですけど、キャリーケース風にしてたらね、可愛いでしょ。で、こんなもん入りませんよ。これ入るけども、めちゃくちゃ重いから、多分伸びてくると思うけども、ギリ入るか入らんか。まあ、首伸びるんちゃいます？こんなん入れてたらね。で、こういうことでイヤホン入れてるよっていう方もいらっしゃったり、腹ペコアムシさん入れましたね。カタカナで何も入れないって書いてますけども、投稿見てくれてますか？何かある方はコメントくださいって言ってるんやけども、何も入れない方は別にね、コメント入れなくてもいいんですけど、まあ、そういう入れたい気分やったんかもしれないですね。腹ペコアムシさん、ありがとうございます。で次はですね、スパイダーマンの顔してるな。身長186センチ、サイズ 2XL 以上のため、無地 T はポケットがないと間延び感が半端なく切れません。なので、ポケットありだけど何も入れない派です。すごい理論的。ちゃんとコーディネートとしてこう、ビャーンってこう長くなっちゃうからポケットあった方がシンプル、デザイン的に必要なんですっていうことを言ってるんやけども、あ、なるほどなと。これが今のところ一番今までで言うたら理論的かな。あとね、スマホとか言ってる人もいてるけど、ほんまかいな。これスマホ入るんかな。入るけど、これも結局前かがみになったら落ちますのでね。スマホ携帯気をつけてください皆さん。そして次 TM さん、アリ派、左乳首の透け問題を完全解決ということで、右どないすんねんってことで、もう右出っ放しじゃないかって、右と左両方ポケット続いてこそようやく乳首の問題は解決するんですけども、まあ、左だけ隠せればいい、まあ、ちょっともしかしたら左が特殊な形してるのかもしれません。僕の先輩でね、一回乳首が取れたっていう先輩、ほんまかどうか知らんけど取れたって言ってて、左の乳首だけなんか生えてきたらしいんですけど、それはほんまの話ですかって、本人はマジでほんまって言ったけども、まあ、ふざけた先輩からどこまでほんまかは分かりませんけどもね、乳首が取れないように皆さん気をつけてください。
ださいということがあったりとか、出ましたね、大喜利来た、未来への切符を入れたいから、まあこれ特にいじるとこないからスルーしましょう。次ね、安倍さん、仕事でボールペン必須だからポケットありハート、なるほど、ペン入れてんねんな。まあこういう感じなんでしょうかね。こうやると一気になんかビジネス感強くなるけども、ボールペン入れたりもしてると。やっぱデザイン系が多いな。やっぱデザイン的にある方が好きとか、ちょっとかっこいいとか、ポケットに iPhone 入れたい派とかね、言ってますけども、他なんかあるかな。出た。B地区の問題。TURBO、タナトさんですね。これ B 地区、B 地区ってみんな言ってくれてるけどもね、これ編集してくれてる人、女の人なんですよ。カット編集とか、文字テロップ入れてくれてるの、これ女性の方に入れてもらってるんやから、それ皆さん配慮してくださいよ。僕と見てる方は男の人ばっかりやから、B 地区や、地区やとかって喜んでなんかニヤニヤしてるけども、これ真面目な顔して編集してるのは女性なんでね、セクハラになっちゃいますので、まあこれこっちの問題なんだけどもね、気をつけてください。あとね、中さん来てますね。何も入れない。何も入れなかったらね、書かなくてもよかったんやけども、参加していただいてありがとうございます。で、ユージーンさんもね、何も入れません、何も入れんかったら書かんでもいいんやけどもね、ありがとうございます、第3弾ということで、以上がね回答になってて、今回ねその大喜利関係来るんかなと思ったら、未来への切符だけやったんですよ。未来への切符入れた人、これどないなってるのかちょっと知りたいけども、その後の人生教えてほしいけどもね、一応今のところ未来への切符っていうことだけやったんで、次回からこういう例えばコミュニティとか投稿とかで来た時に真面目に答えていただけるのはめちゃくちゃありがたいです。だから真面目にも欲しい、真面目も欲しいけど、ちょっと笑いも欲しい。だからちょっと求めちゃってるかもしれんけども、俺これ完全大喜利できたなっていうのもね、あると、チャンネルが嬉しい感じになりますので、よろしくお願いします。あとそれとね、皆さんこれ分かりましたね、カット編集テロップは女性の方がやってくれてるので、先セクハラにならないように、皆さん一緒にこのチャンネルをね盛り上げていこうということで、今回ですね、ポケットありなしどっちの方がいいですかと。でまあやっぱポケットありの方がデザイン的にいいっていう方が非常に多かったし、実際実用的にこういうボールペン入れたり、スマホ入れたり、切符入れたりとかして実用的に使ってはる方もいらっしゃるんですけども、もし仮にね、今まで俺はポケットなしの方がいいと思ってたけども、そういう意見聞いたらポケットありも悪くはないなってなってくるかもしれないし、いや、今まで俺ポケットありしか聞いんかったけど、そんな入れるもんないからポケットなしもいいなっていう風になってね、幅広がればいいかなということで、今回そんな動画を撮らせていただいたということで、本日ですね、ポケットありかなし、どっちの方がいいですかというアンケートを撮らせていただきました。また別動画でお会いしましょう。そして大喜利もお待ちします。ありがとうございました。